デイビッド・イーチ・コーク劇場は、リンカーンセンター内にあるバレエ、モダンダンス及び各種ダンスのための劇場である。ニューヨーク市マンハッタン区、コロンバス・アベニュー沿いイ62から63丁目の西のブロックに位置している。旧称は、ニューヨーク州立劇場であった。1964年の開業より、 ニューヨークシティバレーの本拠地で1964年から2011年まではニューヨークシティオペラの本拠地でもあった。この劇場はリンカーンセンターのメインプラザの南側に立っており、プラザを挟んでデイビッド・ゲフィンホールと向かい合っている。デイビッド・イーチ・コーク劇場2008年の改修以前の劇場内部ニューヨーク州立劇場は1964。 1965年ニューヨーク万国博覧会のための文化事業の一環としてニューヨーク州の出資により建設された。設計は建築家フィリップ・ジョンソンで1964年4月23日に開業した。万博終了後、ニューヨーク州はこの劇場の所有権をニューヨーク市へと譲渡した。ニューヨーク市はこの劇場をリンカーンセンターホーザ・パフォーミングアーツ、インク えとリースしており、さらにこの組織は、シティセンターオブミュージックドラマ、インク、ッ、えっとサブリースしている。CCMD 法人は、現在もこの劇場の運営を続けている。このオペラ団及びバレエ団の他に、この劇場の初期のテナントには現存していない、劇団ミュージックシアターオブリンカーンセンターがいた。その団長は、リチャード・ロジャースであった。 1960年代半ば、この劇団は、ブロードウェイミュージカルの古典作品の完全版をリバイバル上演していた。その中には、王様と私、回転木馬、アニーよ銃を取れ、消防と、及び、南太平洋などがある。2008年7月、石油、ガスの大富豪、デイビッド・コークは、今後10年の回収のための1億ドル以上の、 資金提供と運営及び維持費の寄付を行うことを制約した。そのため、その年の11月25日のニューヨークシティバレー、ウィンター祭において、この施設はデイビッド・イーチ・コーク劇場へと解消された。この新しい劇場名は、最低50年以上使用されることが約束されており、その後は解明可能だが、コーク家は、新しい名称候補に対する優先拒否権を、 保持している。一方で、未だ急所で呼び続けている人たちもいる。この劇場は2586席で、オーケストラ会の席は項目に作られている。四つのメイン、リングと五つの小さなリング及び宝石のような照明に加え、金色の格子天井の中央には大きな休憩のシャンデリアが備わっている。ニューヨーク市の JCJR アーキテクチャーは、 劇場コンサルタントのシュラーシックと共に改修の設計を行った。パトロンエリアはすべての席とカーペットが総入れ替え及び総配置替えされることになっている。この配置替えではコンチネンタルスタイル席のオーケストラ会に2つの通路が設けられ中央通路はなくなる。またトイレもアップグレードされ ADA 準拠となる。舞台裏には新しい照明システムや オーケストラピットの拡張およびピットをステージの高さまで持ち上げることのできる機械式リフトが導入される。ロビーにはジャスパー・ジョーンズ、リー・ボンテク及びルーベン・ナキアンなどによる多くのモダンアートが飾られている。ありがとうございます。